はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、もう出てますね、ちゃんとね。はい、アイテムね、これは、ギガンティックって意味ですね、多分ね。はい、孫悟空ウルトラインスティンクツサイン。はい、孫悟空身勝手の極意兆しということでね。はい、ギガンティックシリーズで、ついに出ましたね。はい、で、こちらは普通の、輸送箱になりますんで、どかしてよっと。はい、これでっかいんで、箱もでっかいんでね、ちょっとぐーっと上げていきます。はい、うわーすげー。はい、で、まあ、こう上ね。はい、よいしょ。はい、といった感じの箱ですね。はい、こっからね、本体をね取り出してみたいと思います。はい、ブリスターの状態ですね。はい、こんな感じで入ってます。はい、で、ここはね多分ステンレスの、支柱かな。で、裏は、台座。はい、で、そこの方にね、説明書ですかね。はい、があります。はい、こんな感じですね。はい、ブリスター。はい、ブリスターから取り出してみました。はい、ではね本体見ていきましょう。こちら、これかっこいい。うわ、かっこいいな。これ何よりもね、塗装が素晴らしいね。うん、グラデーションがねすごい細かくね吹かれてるんですよね。うん、濃い青と薄い青とかね。あとこのオレンジの道着のね、はい、この陰影とかね、シャドウを吹かれて、うん、かなり丁寧に塗装されてる感じで、髪の毛のねちょっとね、テカっている感じ、うん、兆しのね、うん、特有の黒髪のテカリ、それも再現されてますね。はい、で顔、スマイル検知するね。はい、いやー、素晴らしい。ちゃんとねアイプリントとかもね綺麗にできてます。はい、うん、すごい。いや、このね肌のこの色とかもねちゃんとこう塗り分けられてて、いやさすがギガンティックシリーズ、塗装は素晴らしいよね。はい、で靴の裏にはねなんかこういう、マークが、マークつかね、商標みたいなのがついてますね。いやー、しかもねやっぱギガンティックシリーズはね軽いね。大きさの割にすごい軽い、うん、いやー、でもでけえなー、うん、こう持ってみてもわかるけどね、ほんとでかい。いやー、はい、
で、これが本体で、台座がこちら、はい、孫悟空身勝手の極意気差しっていう感じですね、はい、でこれはね、結構主流になってきましたスライド式ですね。取れちゃった、はい、こういう感じ、はい、うん、で支柱が、大小1本ずつ、はい、このね、プラスチックの、こうカニバサミ、はい、胴体にね、噛ませて、立たせる支柱の補助パーツですね、はい、これが、全内容となります。ではね早速、台座に、取り付けてね、見ていきましょう。はい、台座にね、取り付けて立たせました。基本的に台座はね、あの支柱で、噛ませないと、自立はしませんね、はい、こういう感じですね。うわかっこいい、まあ、あのね、支柱の、ここはね噛ませているのは別に、ポーズはね好きな角度でつけれるようになってます。はい、まあ、自分的にはこの角度かな、ね、この角度かっこいい。うわちょっといろいろな角度でね、見ていきたいと思います。したいと思います。はい。いやでかいです。でかくてかっこいい。はい。ではね、これを見ましたらね、ぜひチャンネル登録、あといいね、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。